すぐ B… でもさ、BL 見たことないんだよ。 BL って単語って出していいの？ちょっと読んだことない。なんかみんな好きじゃねえホロライブメンバー。大丈夫？そうだよね、話してる人いるもんね。だってなんかみんななんかさ、 BL はいいぞみたいな感じ、立ち位置半分ぐらいみんななんか言ってる気がする。分かんない、印象が強すぎるだけかもしれん。印象、船長とかの印象が強すぎて。うん、読んだことない。少女漫画を読んできて育って、みんな少女漫画を読んできて育ってんじゃないの？女の子はどこでさ、どこで BL を手にする機会があったんだろう。読んだことないな。環境による。環境による。確かにお姉ちゃんとかお兄ちゃんとかが、お兄ちゃんが、あ、そ、まあそのパターンもありえる。お姉ちゃんお兄ちゃんが好きかもしれんもんね。で本棚とかにあったら確かに読んじゃうかもしれん。お母さんとか、確かにお母さんとかもそうなるかもしれない。全然お母さんもあるかもしんないよ。全然お兄ちゃんまずい。なんでや、お兄ちゃんだって見たいかもしれんやろ。お兄ちゃん、 お兄ちゃんがお姉ちゃんだったかもしれん。そう、どういうこと？そう、そうとか言ったけど、そうね、確かにお兄ちゃんがお姉ちゃんでお母さんかもしんないもんね。だって確かにそういうこともありえる、やっぱり。うん、お兄ちゃんがお姉ちゃんでお母さんかもしんないもん。家庭環境複雑。しかも BL はね、読んだことないですね。だからわかんない。え、でもなんか、なんだろう、え、別になんか、でもどうだろう。その B、なんかさ、仲良しぐらいだったらさ、可愛いねって見てる。で、どうなんだろう、え、どこまで行くんだろう。 BL ってどこまで行くんだろう。あ、なんだろう、仲良しとかなんかさ、なんだろう、え、何にも例えが出てこない。え、何にも例えが出てこない。なんかさ、有名なさ、経験さ、男の子同士って何？有名な誰と誰、誰と誰か、グリとグリとグラとか。グリとグラとか誰と誰。悟空とベジータ。え、悟空とベジータ、え、悟空とベジータが仲良くしてる。別に嫌ではないけど。別に嫌じゃないかもね。でも、なんか、いや、悟空とベジータか。いや、別にだって、何？いいじゃんね。手繋いで仲良くしても、別によくね？ってなる。嫌だ。なんでだよ。いいじゃん、別に悟空とベジータだって手つなぎたいかもしんないじゃん。せーの。